島のオイスター、海のミルクさ、オイスター、オイスター、みんなで食べるオイスター、お腹いっぱい吐きくけん。ね、お昼がちょっとバラバラになって寂しいでございます。まあでもみんなね、ここで、ね、あのデイキャンプみたいに、ね、オリジナルパンを食べる人もいれば、あのラーメン作ったり、あのね、カレーを持ってきたり、いろんな人がおります。ね、デイキャンプも楽しめるオフロード、いいですね。さあさあさあ、お昼休憩も終わりまして、昼からもね、我慢できねえぜってやつらがバンバンとね、バイクのエンジンかけてね、はいはい、行こうや行こうやみたいな感じでね、やる気でございますね、みんなね。最高の天気の中で気持ちよく走りたいわけでございますね。いいですね。じゃあ、さっきの奈良さんチームの方は奈良さんについてってください。僕チームの方は僕と一緒に行きますので、ちょっと待っとってくださいね。息子さんがえらいいきなりでかくなったっすね。1年で30センチぐらい伸びたじゃないですか。小学生だけっす。ねえ、俺は体重重たい。もうプロテインかなんか飲ませますか。プロテインかなんか飲ませますか。すげえ。もうあまりにも違いすぎて、あ、誰かわからんかったですもん。似とるよなと思ったのに、ねえ、伸びたね。すげえ。
はい、もう後続グループが来るんで、来たら一緒に写真でも撮って、そこからまた別れてハードのとこ行きましょうか。オーバルやりますか。このグループでももうオーバルいらんのじゃないです。外周ぐるぐるのがいいんじゃないです。コーステーブ沿いも多分みんな回れると思うんですけどね。今ので誰も不安がなかったけ、で誰か引っかかったらそこでちょっと反復練習とかでもいいんじゃないです。こういうところはとか、どうぞ。エンジンかけるだけで足つるんだけど、これ、ねえ、強制レコーダー、強制レコーダー。もうまた変態ラインを挑戦しております。はるかちゃん20代なんですよ。あれでリアタイヤを噛むんで、その位置から一気にカウント、多分リアが超えてくれるんですよ。